Kerberomon!仕方ないね。
そろそろ体は休まってきたと思うけど。疲れてるのかな。あ、そうだね。これじゃなんだか仲が悪いみたいだぞ。地下水路を抜けるまでは大変だったけど、仲は良かったはずなのにね。みんな歩ける。いつまでもこの辺りばかり調べてられないし、そろそろ教授と合流しよう。分かったよ。Thank you.
重たいよ。ここまで大変な目になってみんなすごく疲れてると思う。でもここが踏ん張りどころなんだ。力を振り絞ってなんとか立て直そう。一刻も早く敵の根城を突き止めてみんなで生きて帰るんだ。まだやるべきことが残ってるもの。たくまくんの言う通りよ。みんなもう少しだけ頑張りましょう。さすが葵ね。大丈夫、辛い時は私が支えるわ。ラブラモン、私やっぱりあなたに頼ってばかりね。あ、もうどうして落ち込んじゃうのかしら。ん？たくま、あそこ。まずい、敵が襲ってくるぞ。どうすんの、こんな状態で。もう変なところで遠慮しないで。私は先の味方だってずっと言ってるでしょ。フローラも戦ってくれるの。当然よ。みんな油断しないでね。ファルコモン、頼む。俺たちの力を恐れていながらしっかり利用はするんだな。な、お前。揉めてる場合じゃないでしょ。集中しないとやられちゃうってば。仕方ない。
相手になろう。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。この力も重ねていけ。ここは俺が行く。私が動く。
の番だね。敵の様子が変だった。そんな気がするのは俺だけか。いや、明らかに違ってた。もしかしてこっちの味方が相手とグルだったとか。違う、断じてそんなことはない。いくらなんでも言い過ぎよ。私たちが傷つかないとでも思っているの？おいおい、俺たちは固い絆で結ばれ、運命を共にする同志だ。忘れちまってるのか？ああ、でもその運命の同士ってのは、修二さんのロップモンだって、亮のクネモンだって同じだったんだろう。なんだって言うなら説明しろよ。なんであいつらはあんな形で死んじまったのか説明してみろよ、ファルコモ。何が彼らをあんな風にさせてしまったのか、彼らの運命がどうして狂ってしまったのか。俺にはなぜなのかわからない。俺見ろ、お前たちだっていつそうなるかわからないってことじゃんか。本当にお前たちは俺たちの味方なのかよ。下手したら俺たちを襲いかねないって。つまりミノルは俺たちを疑ってるってことなのか。違うよ、僕はタクマを傷つけたりしない、絶対にしないよ。悲しいの？悲しいなら聞かない方がいいよ。だってこの人たちは。おい、アグモン、本当にそんなことないと言い切れるのか？
絶対だよ。タクマは僕が守るんだから。葵、私だってそうよ。葵のこと助けたいの。だから。分かってる。分かってるからこそ申し訳ないのよ、ラブラモン。そんな、葵。もうやめてくれ、カイト。これじゃみんなに不安が伝わっていく。不安の元はそっちだろうが、責任転嫁すんなよ。お兄ちゃん、言い過ぎ。わかった。もういい。もうたくさんだ。ファルコモン、どこに行くんだ。お前たちのいないところだ。信じ合えないのなら共にいる意味はない。さようならだ。ファルコモン。みんな、こんなところにいたのか。商店街を抜けた先まで行ってみたんだが、そこにも朽ち果てた町が見えた。敵地とばかりに警戒したのだが、元いた島とこちらで特段変わりはない様子だ。そうですか。とはいえ、ざっくりと眺めただけだ。まだ何か潜んでいる可能性はある。休憩が十分なら新たな発見を求めてみんなで町へ移動した方がいいと思うんだが。そうですね、行ってみる価値はありそうだと思います。みんな、探索しながらファルコモンを追いかけ。タクマ、まだこの様子だと厳しいと思うぜ。おや？ファルコモンはどうしたのかな？それが。あいつ、どっか行っちまったんだよ。なるほど、意見がぶつかり合ってしまったのかい。別に、あいつが勝手に俺たちから離れてっただけだ。そうか、辛い目にあったんだ。心が疲れ、すれ違ってしまうのも無理もない。そうだな、心がすれ違っている今だからこそ
君たちに聞いてほしい話がある。聞いてほしい話？私はずっと考えていた。いにしえより伝わる話の中で、厄災を退き、使役者を守ると言われる獣神伝承と、君たちが今一緒にいるこの獣神たちとの関係を、言えば教授は敵のことを獣神って呼んでいましたね。ああ、間違いない。まさに彼らこそが獣神だ。神といっても広く信仰を集める存在ではない。性質で言えばつくも神に近いとも言えるだろうな。思いを受け止めて力を返すところはどこか神らしい流れを持っているとは思うが、小難しい話はやめてくれって。もっと分かりやすく話してくれよ。なら聞きたいことはないか？何かあれば質問してくれ。その方が君の望む答えを返しやすい。質問だって。じゃあなんで襲ってくるのと襲ってこないのがいるんだ？それは刺激する者の心を反映する。え？古い文献の神隠しにまつわる記述だ。獣神はすなわち鏡である。パートナーとなった人間の心の在り方次第で獣神は様々な存在に変化してしまう。気高い心の持ち主ならばまっすぐに、不安定な心の持ち主ならばまがまがしく、君たちのそばにいる獣神たちの進化はそれぞれの心の現れなのだろう。心の現れ。一度進化したけど、この姿が僕の心の形なのかな。教授にはアグモンはどう見えますか？あまり確定的でないことを言うのは主義に反する。だからはっきりと感じることだけを言うが、
現時点ではまだ成長の余地があると感じる。成長？おそらくまだ潜在的な力を秘めている。そう強く感じるよ。ごめん、ロモン。獣神の使い方を誤れば、その咎は自分自身に跳ね返ることになる。彼らが守りたいと思う人間、すなわちパートナーの心の在り方が。獣神に結びついた人間、その全員の行く末を決めるのだ。なあ、なんで俺たちは獣神と結びついたんだ？すまない。その質問に関しては確かな答えを持っていない。そっか。でも獣神の祠に僕たちが揃ったのにもきっと何か意味があったんですよね。ああ、おそらくな。しかし、それだけでは説明できないこともある。したことは。ミノル、大丈夫？なあ、タクマ、俺。ファルコモンを探しに行きたい。ひどいこと言っちまった。教授の言うことを信じるなら、獣が人を襲うのはそばにいる人の心が原因。つまり俺が今感じてる怖がって疑う気持ちや言葉があいつに悪い影響を与えちまうんだろ。だったら、あいつが悪い進化をしたら、それは俺の心のせいってことだ。あいつは悪くなかったんだ。なのにあいつはひどい言葉を我慢してくれた。怖がってばっかりな俺を、あいつずっと助けてくれてたんだ。
だから。俺さ、合わせる顔なんてないけど、もし俺が不安な気持ちでいたせいであいつを悪い方向に進化させたらって思ったら、それはダメな気がするんだ。そっか、きっとまだ間に合うよ。ファルコモンと仲直りしよう。ファルコモン、きっと喜ぶぞ。僕も手伝う。うちもみんなでファルコモンを探そう。ありがとう、みんな。待っててくれよ、ファルコモン。